こんにちは、旧期研究生のレイヨこと坂本レイヨです。よろしくお願いします。今回の配信ではランキングの読み上げをさせていただきます。上位3名の方にこちらのチェキをプレゼントいたします。ここにサインとか日付とあとメッセージとかも書かせていただくのでよろしくお願いします。あとこれは58分までが締め切りになるのでよろしくお願いします。皆さん配信どうでしたか？結構皆さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。17歳になりました。なんか証明写真みたい、証明写真みたいですか？今回は正月、お正月の新春公演の時の裏側を密着だったんですけど、どうでしたか皆さん？結構あれですね、皆さん見に来ましたか？旧期生特別公演とか新春特別公演とか。そうなんですよ、もうめっちゃ懐かしいですよね。もう2ヶ月前ですね。もう早いですね。緊張してるの伝わってきましたか？ちょっとね、最初はね緊張したんですけど、裏でメンバーが笑かしてくれたのでちょっとリラックスして出れました。何倍で驚いたわ。驚きましたよね。私たち旧期もずっと何倍って想像してなくて、その夢は逃げないっていう曲で7期生さんと8期生さんがお披露目されてたので、私たちもそれかなって思って裏でちょっとみんなで練習とかしてたんですけど、全然何倍でした。誰が一番笑かしてきましたか？テンナがね、本当に裏でねリラックスさせてくれてめっちゃありがたかったです。ガチガチだったんですよみんな裏では。そう、練習もしてましたよ。みんなでちゃんと歌の練習もしてました。先輩もみんな何倍難しいってね。そうなんですよ、なんかサビとかのなんか重心があんまり定まらなくて難しいです。そう、テンナがねリラックスさせてくれました。テンナ今日めっちゃ緊張してたのに。してましたかテンナ？確かにめっちゃ緊張してましたよテンナ裏で。パフォーマンスで期待させ、そして機会をもらって、そしてまた期待に応えた。そう言ってくださると嬉しいです。何倍ね、本当にみんな最初渡された時歌詞見てびっくりして、何倍ってみんな全然想像してなかったんで、でも結構皆さんに褒められることが多いので嬉しいです。初パフォであれだけ見せられるのはすごいね。そうなんですよ、頑張りましたよみんな。わからないことは本当にみんな聞き合ってましたよ。ダンス難しそう。難しいですね、何倍は本当に。失礼します、おはようございます。先輩メンバービビらせようって成功したね。成功してましたかね。先輩メンバーさんね、すごいもうダンス上手い方多いので頑張りました。あきら先生の思いのこもった曲だからね。そうなんですよ、あきら先生に歌詞とかもう分からないとこもちゃんと意味調べして、隅から隅までちゃんと調べて、何聞かれても答えられるようにして、ちゃんと思いを歌詞に乗せて踊って歌いなさいって言われました。
天のええやつやんけ。そう、天のいいやつなんですよ。あきら先生怖くなかった。あきら先生全然怖くないですよ。めっちゃ優しい、面白いですやっぱり。あの時より今の踊れるレベル上がってるね、9期生みんな。もうみんなめっちゃ日々がむしゃらに頑張ってます。確かに私とかもダンス未経験だったんですけど、なんとかみんなにちゃんと支えてもらって、なんとか見れる形になってきました。周りダンス経験はあったのなかったです。ダンス未経験なんです。天奈いじられてた、いじられてましたか天奈。あきら先生怖いシーンだけ使われがち。え、そうなんですよ。だからずっと密着を見させていただいてた時はもっと怖い方なのかなって思ってたんですけど、いざ会ったらめっちゃ優しくて面白い人です。レイオちゃんの初日も楽しみです。楽しみにしといてくださいぜひ。味噌ラーメンめっちゃ熱いですよね。でもあの味噌ラーに、あの味噌ラの暑さに9期ってめっちゃ助けられてて、結構みんなもちろん暑いんですけど、やっぱりそのみんなその全員一緒ってだったらそこから進まないんですけど、味噌ラが結構引っ張ってくれるのでいつもありがたいです。みんな経験者かと思うくらい全体的にレベル高いのよ。高いですよね。なんか自分で言うのもなんですけど、9期生は本当にレベル高いなって思います。でもね、あの最初私もどうしようと思ってたんですけど、みんな助けてくれてちゃんと一から教えてくれるので。あきら先生は赤髪でも難波の町に溶け込んでる。溶け込んでますか。あきら先生、あきら先生いつも私歩いてるとこ見たことないんですよね、難波で。ちょっと見たいんですけど。僕が負けた松はユキノンがいなかったんだね。そうなんですよ、ユキノンが私の新芽かなだったんですけど、いなかったので、またあの6人でね、今度は僕が負けた夏やりたいなって思います。9期生のダンスレベル見て何倍に決まったのかな。どうなんでしょうね。でもそれやったら期待してくださってるってことなので嬉しいです。あきら先生一緒に座ってるイメージ。そう、あきら先生ね、あのどれだけ座る位置が小さい椅子でも絶対にあの足も乗せて座れるんですよ。マナビーも急遽出れなくなってよく対応したね。そうなんですよ、マナビーもね、その当日に来れないって多かったんですけど、だからマナビーもね、ピークもね、皆さん見たいですよね。私も見たいです。急遽はなんでそんなに踊れるの、なんでなんでしょう。でも結構みんな運動神経いい子が多い気がします。やっぱり部活してたとか結構多いです。小さいです、ちょっといじってない。いじってないです本当に。あのだから多分めっちゃ体が柔らかくて、だから私も体柔らかくなりたいんですけど、なかなかあんなに柔らかくならないです。レイオちゃんはマナミをしかあ、マナミ、まあ確かにマナミン大好きなんですけど、私がマナミン押すっていうよりマナミンが私のことを口説いてきますね、あの人は。はい。一体感がめっちゃ強いイメージ。そうなんですよ、あのね、キューキーめっちゃ仲いいですよ本当に。多分ブログ見てくださってたらわかると思うんですけど、みんなのブログに絶対毎日誰か一人は書かれてますね。ゆうちゃんの印象は、ゆうみさんは最初
会った時に思ったのが、会わなくて思ってたのが、もうちょっと厳しい方なのかなって思ってたんですけど、会って喋ってるの見て、で一緒に喋っていただいて、めっちゃ優しいです。ゆみさん笑顔がめっちゃ可愛いですよ。ゆみさんキュウキ生チームとしても違和感ない、そう言ってくださるのが一番嬉しいです。キュウキは好きだ虫のリアルお話し会は愛花さんの例に行って、で衣笠あやみちゃんと会いましたちゃんと愛はあるからね。そうなんですよ、あきら先生はね、めっちゃキュウキのこと大好きですから。はい、はい、ではここでランキングを読ませていただきます。3位さつきさん、ありがとうございます。2位トミーさん、ありがとうございます。1位あゆかアットマークレオちゃん17歳おめでとうさん、ありがとうございます。そしてこの3名のプレゼントご当選者様にはショールームのメッセージにて当選連絡をさせていただきます。その当選連絡は1週間以内に届きます。それでそのメッセージをご確認いただいて、内容に従って30日以内にお返信くださいますようお願いします。はい、アイビレーンリアル行ってたから会ってたかも、会ってましたかね。結構の部行ってましたよ私。オーディション受けてる子だよね。そうなんです。はい、ではここで終わりたいと思います。見てくださってありがとうございました、はい、さよなら。